徴兵の戦い、徴兵の戦い、中国語、徴兵の戦いは、中国の戦国時代にあたる、紀元前260年7月の徴兵、現在の山西省、高平市において旗と蝶の間で行われた戦い。規模的には、戦国時代最大の戦いに位置づけられることもある。旗の勝利に終わり、捕虜となった、徴兵20万人が生き埋めにされた。 この戦いの結果、旗に次ぐ、軍事力を持っていた蝶は国力を大きく衰退させて、真の優勢は動かしがたいものとなり、その三十二年後に蝶は滅亡し、三十九年後の旗の天下統一によって、戦国時代は幕を閉じることになった。また、旗の将軍、白鬼は二十万を攻使させた、捕虜処遇が縁因となって三年後に自決に追い込まれた。 旗は、紀元前360年頃から始まった、昭和の聖夜改革とその後の破竹併合によって、大幅に国力を増し、戦国、七尾の中でも圧倒的な強情を誇るようになっていた。紀元前306年に即位した秋田女王の時代になると、叔父の最小儀と、名称、白期の活躍で、さらに勢力を拡大した。最小が藩書に交代すると、 炎行近郊の外交政策の下で、藩、義、朝を繰り返し攻めて、領土を脱していた。紀元前265年、新軍は、漢の農王、現在の河南省信用紙を占領した。その北に位置する漢の上等軍は、国土が分断されて孤立する形となり、上等の軍師はこの地を北で国境を接する朝へ、献上して、朝軍救援を仰ごうとした。朝の高王は、 上等軍受領の是非について、弟の平洋君とおじの平原君に意見を求めた。平洋君は、強大な真の信仰を招くだけです。と、反対し、平原君は、一滴の血も流さず、一粒の金も捨てずに数十里司法が得られるのに、どうして、迷うのか。と賛成した。後世王は熟慮の末に、平原君の意見を採用し、兵を送って、上等軍を接収した。 紀元前262年、蝶の横槍に奮撃した、旗の小女王は王骨を将軍とした、遠征軍を上等軍に進ませた。上等の領民たちは蝶国内に入った、徴兵の女優に逃げ込み、王骨はこれを追ってそのまま蝶に攻め込んだ。蝶の厚成王は、老将、連覇に軍勢を与えて、徴兵に入場させ、食料を運び込み城壁を補強して、 防衛体制を整えさせた。こうして、新軍と長軍は、長兵の地において、相まみえることになった。紀元前二百六十二年、長兵に到着した新軍と長軍の間で三度の戦いが行われ、長軍は兵は多かったが三度とも敗れた。新軍の盛教差を見た連覇はこれ以上の正面戦闘を避けて、長兵の状態を生かした地球戦に持ち込むことにし、 遠征中の弱点を抱える新軍の疲労を待つことにした。長平次郎にこもって、守りに徹する長軍の前に王骨は攻めあぐねて、戦いは長期化し、2年の歳月が過ぎた頃には、連覇の狙い通り、新軍には長期退陣の疲れが見え始めていた。この事態に焦った、旗の将女王は、将軍、白期を召し出して、打開策を尋ねると、白期は、老練な連覇は、 難しいですが、若年の長活なら手があります。と答えた。これを受けた最初、藩所は旅人や行商人を装った多数の患者を各地に送り込み、新軍は連覇を侮っており、長活が将になることを恐れている。という噂を流して長全土に広まるよう仕向けた。この話を聞きつけた長の厚生王は、 大勢にもかかわらず前線の戦火の少なさを不満に思っていたこともあり、老将、連覇を解任して若き将軍、長葛を総大将に任命した。長葛は名将と称えられた長者の子で、幼い頃から兵法に精通した天才として知られていたが、実際に戦場に出たことは、ほとんどなかった。重心の位相女は、 長活の経験の乏しさを理由に交代を思いとどまるよう後世王をいめたが聞き入られなかった。生前の長者は我が子長活が標本書を丸暗記してるだけで気上の空論をもてあそんでることを見抜けており、かつに退任が下されたら辞退するように、と長活の母である妻に言い残していた。そのため長活の母は、 高世王に越権を求めると我が子の総大将任命を取り下げてくれるよう嘆願した。高世王は我が子の栄達を喜ばぬ母がおろうか。と驚くも結局取り下げなかったので、長活の母は、では葛が破れても一族に罪が及ばないようお願いします。と重ねて懇願し、高世王はこれを承諾した。真の正女王と藩書は、 長平城に籠もる長軍の総大将が長括に変わったことを知ると、密かに白旗を新軍陣地に派遣して、総大将に任じ、王骨を彼の副将とした。この紀元前260年夏の時点で、長兵に集結した長軍は、総勢45万を数え、新軍はそれより少なく半数程度であったとも考えられている。紀元前260年7月。 長平次郎に着任して、連覇から指揮権を引き継いだ蝶活は、自軍優勢な被害の兵力差を確認すると、兵法書の理論に則っ,って攻勢に出るべきと判断し、連覇の牢上作戦を支持する武将たちを更迭した。これを見越していた白旗は、新軍本隊を長平次郎に向けて前進させ、また別動隊に万五千を迂返させて、長平次郎の側面に伏せさせた。 さらに出撃した本隊と、新軍本陣をつなぐ経路の両脇に、騎兵隊五戦を副兵として配置した。新軍の出現を見た長活は全軍に総攻撃を命じて、長平次郎から撃って出た。白騎は少し交戦すると兵士たちに交代を命じて、後方の本陣に逃げ込んだ。勢いづいた長活は、旗兵を追いかけ一気に敵陣を攻め落とそうとしたが、 あらかじめ防備を固めていた新軍の頑強な抵抗にあって苦戦した。また急速な追撃で伸び切った隊列の側面に新の騎兵隊が突入して後続の各隊を分断したために長軍は大混乱に陥った。その間に守りの薄くなった長兵場に新の別動隊が攻め込みこれを占拠したので長活は本人とそこに蓄えていた食料全てを失うことになった。 長平次郎を失った長活は軍勢を集結させ、今いる戦場に旧後白への陣地を築かせることにした。長軍は窮地に陥ったがその兵力は未だ膨大であったので、白騎は攻撃を控えてそのまま包囲網を敷き、同時に本国に対して追加の兵力派遣を求めた。蝶の軍事力を消滅させる好機と判断した旗の少女王は国内の男子を総動員して、 白旗の死体を送り、およそ50万人の旗兵が集結した。さらに小女王自身も、長兵の前線まで赴いて、将兵を励ました。白旗は、長活の陣地に続く、あらゆる街道に兵力を配置して固く封鎖し、救援に来た長軍を、次々と撃退した。長活も繰り返し出撃して、囲みを破ろうとしたが、ハンデをしたように標法書通りに動いたのでことごとく。 手を読まれて、失敗に終わった。こうして、完全に包囲された長軍には46日間も、食料が届かず、急防した兵士たちは互いに合死するものをち人肉で、食いつなぐようなありさまとなっていた。焦った長活はわずかに残った健常な手勢を率いて、新軍への突撃を敢行したが、全身に矢を受けて会えなく戦死した。総大将である長活の死により、 過労死じて生き延びていた二十万の長兵は降伏した。勝利を収めた白騎は同時に二十万の捕虜を抱えることになったが、清軍にこれだけの人数を養える食料の余裕はなくかといって、捕虜を解放すれば、長軍の兵力回復につながることは目に見えていた。余生を買って、長の首都簡単にまで攻め込み一気に、戦争の決着をつけるつもりでいた白騎は、 長兵そのものを抹殺する恐ろしい決断を下すことになった。捕虜全員を並ばせて深い溝を掘るよう命じ、ある程度掘り進んだところで上から一斉に土砂をかけて、そのまま生き埋めにした。植えて衰弱していた捕虜たちは這い上がることすらできず、こうして20万を数える長兵が一世にしてこの世から消滅した。ただし240名の少年兵は除名されて、本国への帰還を許された。 1995年5月に行われた長兵、古戦場の発掘調査では大量の人骨が出土しており、大規模な戦いが行われたという史実を裏付けるものとされている。A6 第一、鹿羽根骨港からのレポートによると、調査を終えた第一港からはおよそ130名分の人骨が発見されている。他にも18個の骨港が特定されており、 それぞれの調査が続けられていた。なお、人骨からは、戦闘による損傷と思われるものが少なからず、散見されたため、より大多数が生き埋めになったという史実上の確証は得られていない。真の最小、藩書は、蝶を攻略した蔡の白器の功績が、自分の地位を脅かしかねないと危ぶむようになり、蝶と一時和議を結ぶよう巧みに、アキラ女王を解いて、 新軍の進撃を中止させた。この不本意な急戦は、蝶の早期攻略を阻み、そのために生き埋めにした徴兵たちを含む、多大な犠牲をも無駄にする決定だったので、激怒した白騎は病気と称して、以後の出資を拒むようになった。翌年になると、秋女王は再び蝶への進行軍を起こし、お将軍とした新軍は、蝶の首都艦艦を包囲した。 しかし恨みに燃える長軍の激しい抵抗にあって、城攻めは難航した。また、長兵二十万を生き埋めにした白騎の悪評が引き金となり、長の救援に向かったギヤソなど、諸国の将兵までもが白騎打つべしと目の色を変えて、交戦してきたので、苦戦を強いられた新軍は、敗退を重ねることになった。豪を逃やした秋ら女王は繰り返し、白騎に出資を求めて、 軍の指揮を取るよう要請したが、白旗は病を理由に拒み続けて自宅から出ようとしなかった。やがて少女王は命令を拒むだけでなく自らの悪評によって、新軍を苦戦に追い込んでる白旗を憎むようになり、自決用の剣を送りつけた。白旗は少女王からの剣を黙って受け取ると、徴兵20万を生き埋めにした後悔の念を語り、これは天が、 自分に下した裁きであろうと答え、そのまま受粉した。楽しくご覧になりましたら、購読と良いです。クリックしてください。